さあ始まりました、グンゼのプラスチック教室です。解説者のプロフィールはこちらになります。ツイッターの方でグンゼの活動や環境に対する情報などを発信しておりますので、ぜひフォローしてみてください。さて今回の動画は菌とウイルスの違いについて解説をさせていただきます。また最後にグンゼの抗菌フィルムのご紹介もさせていただきます。皆さん今コロナウイルスウイルスって言われてますけれども、菌とウイルスの違いってお分かりになりますか？意外に分かってない方多いんじゃないかなと思います。まず最近ですが、細胞だった自己複製能力を持つ微生物ということで、栄養を取り込んで自分自身で繁殖ができる生き物ということが特徴になります。かたやウイルスっていうのは遺伝子情報を持つ単純な構造しか持ってないっていうことがございますので、他の生物に寄生して感染して増殖するしかできないというような物質になってます。このようにですね、菌とウイルスっていうのは大きな違いがありますので、当然対策も異なってきます。細菌に対する対策は増殖を抑制することが有効な対策でして、大きく分けると4つございます。1つ目が滅菌です。微生物を完全に死滅させるということが目的になります。かたや細菌というのは細菌やウイルスなどの微生物を死滅させることを指しますので、少し滅菌とは範囲が異なってきます。また消毒というのは微生物のうち病原性のあるものを減らすことが目的となっておりまして、除菌に関してはさらに範囲が広くなって、空間だったりということから微生物を除去するということが目的になってきますので、結構似たような意味に思える4つですけれども、役割が変わってくるという対策になっています。続きましてウイルスです。先ほどの細菌の増殖を抑制することではなく、複製化させるということが目的になります。なぜならばウイルスは生き物ではなくて、ある種物質に近いんですけれども、死ぬという概念がありません。なので、停止させる、不活性化させるということが有効な手段になります。まずタンパク質を変性させることによって分解し、それの効果によって機能を失わせる、不活性化するということが対策になってきます。このように細菌とウイルスっていうのは違いがあるので、対策も変わってくるっていうことはお分かりいただけたんではないでしょうか。それではグンゼの抗菌フィルム SVK2 タイプのご紹介をしたいと思います。この SVK2 タイプはフィルムに銀系の抗菌剤を混ぜておりまして、表面に付着した菌っていうのを滅菌させることができる、そういった効果があるフィルムになってます。抗菌以外にも生鮮野菜に必要な防丼性、シール性も兼ね備えております。実際の24時間後のフィルム表面の滅菌率を見ていただければ、実際に効果っていうのがお分かりになるんじゃないかなと思います。こちらに関しては抗菌製品技術協議会の SIA マークも取得しておりますので、外部の認証機関からもお墨付きをいただいております。この SVK2 タイプを使って、このような生鮮野菜ですとかお弁当シートなんかにも採用が広がっております。では実際に食品に対する影響っていうのはどの程度効果があるのっていうことを実験するために、今回大葉という野菜を選びました。大葉に関しては乾燥にも弱く、なおかつ水分が多くても傷みが早くなるということで、かなりデリケートな野菜と言えると思います。このデリケートな野菜を抗菌フィルムで包むことで、実際どの程度日持ちするのかっていうのを実験してみました。それでは実験スタート。さて、いかがでしたでしょうか。結構差ありましたね。やっぱり抗菌っていうフィルムを使うことで、大葉だったりだとか、そういった生鮮野菜っていうのを日持ちさせることができるということは、見てお分かりいただけたんではないでしょうか。このようにグンゼでは、環境に対する問題であったりだとか、フードロスの削減、食品を守る活動っていうことを、動画やツイッターを通じて、情報発信をしております。では